皆様方大変ご苦労様でございます。まあ約10ヶ月に日本維新の会がなるわけでありますけれども、さまざまな藤井会長おっしゃったように選挙をやってまいりました。まあ、私は衆議院選挙で、石原代表と大阪の橋本代表が合体をして54議席取れたと思っております。で、東京都議会議員選挙というのは34名立ててたった2人しか当選できなかった。これは要因いろいろ厳しいものがあったと思いますけれども、その後の参議院選挙、これはもう暑い夏に行われたわけでありますけれども、それまで現有3議席が9議席になって3倍増したわけであります。マスコミの人たちが今日もたくさんいるわけですけれども、日本維新の会はなんか衰退であるというような論調で書いているわけでありますけれども、衆参合わせて60名を超える政党なんです。一番大切なのはやっぱりみんながしっかり団結をしていくこと、私はそのように思っておりまして、この臨時国会がまさに試金石でありますから、一致結束、この60名の強大な力というものを示して、マスコミの人たちは東と西が分かれればいいというようなことで盛んに書いておりますけれども、そうじゃなくて一致結束、頑張っていく政党だと、こういうことで皆さん方一つ一生懸命頑張っていただきたい、このように思っております。私からは以上であります。